どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新キャラコビー使っていきましょう。指揮を取ります。それでは、HP は黄色まで減らしますね。で、コビーは、動画を見た感じではあれだね。海兵を呼び出して戦う感じだよね。OKOK。で、パワータイプじゃなくスピードタイプ、できればパワータイプの方が嬉しかったんですけどね、今回は歌がテクニックで、コビーとシャンクスがスピード、パワータイプがいないんですよね。 OK、 第6弾の方でパワータイプが出るかな。できればパワータイプの方が使いやすいんですけども、 OK、 もういいかな。ああ、出る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 。おう、まあ悪くないぐらいとは思うんですけどね。おーおーおーおお、いっぱい出たいっぱい出た。まず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 、どれぐらい減らせる。いや、あんま減らん。まあまあ HP 黄色っていうのもあるしね。土も人も、この手のひらに使うものすべて砂に返してやろう。おお、まあまあ前にやられる倒せるぐらいはあるか。思ってもみなかった。観念してください。何人倒れようと俺には関わりのないことだ。動きも速くって、ま、使いやすいっちゃ使いやすい。温存した力全て出し切ってやるぞ。またルフィさんの仲間、負けられません。よし、いまいちまだどんな攻撃が出るかが分かってないけども、まあ、いけますね。見せてやるわい。ミホークも4人で、バギーどこいる？いたいた。3体同時に倒したいね。おい貴様、何のために俺に挑む？きっとこの海で鍋をあげていいか。いけ。これでどうです？一斉攻撃。なんかいまいち減らないな。羨ましい。指揮を取ります。攻撃陣形。どうする？ナイス。とりあえずミホークだけは倒したかった。このたける心を剣で示そう。バギーどこ？お前たちに教えてやろう。恋はいつでも。ハリケーンなのじゃ。一撃陣形。あ、なるほど。でかい海兵を出したら強いかな。仕切り直す必要があるか。やったのか。信じられない。指揮を取ります。ここも一気に抜けないときつそうだよ。うん、おお、攻撃範囲広いね。これでどうです？一斉攻撃。ここら辺早く倒したかった。踊れ、正義に従わんやつは片っ端からマグマで焼き尽くしちゃるわ。そこですね。いや無理か。そろそろ行くよ。よし、行けた。味方は巻き込まんようにしなきゃね。ここもバースト中に2体倒しておきたい。革命軍の手で自由を勝ち取ろう。おお、ガープいけたぞ。見えない見えない見えない。見え見え。これだけじゃ終わらない。僕はいつか海軍の
大将の座についてみせます。いやこれ攻撃範囲結構狭いわ、当てにくい。 OK 回復しないと無理だな。あそれはちょっと回復しすぎか。いきましょう。ゲージを貯めたい。チャージ6ね、これが。チャージ6が強い。うん、チャージ7の乱脚もいい感じ。ちょっと待って、あ出た出た。この時代のその先を俺に見せて。ヒーローの力入ってる間に倒しときたいね。いけてない。これでどうです。ナイス。やってやろうじゃねえ。ちょっと待って、声取るのが怖い。生かしちゃうかね。よし行こう。やったやっ、信じられない。おお、いや結構いいダメージよこれ。やられちまったもんね。後できっちり返してくる。あこの巨大海兵はかなりいいダメージ出る。うん、メインウェポンこれだね。できなきゃ俺一本残さず潰してやる。これだわ。当たらん、これは当たらん。いや当たった。やった、いい調子。どこいる。ちょっと取りたくない、取りたくない。オッケー。ゲージを貯めて向こうに向かいましょう。カモたちもちょうど来てるね。やった、なるほど。バーストしたときは海兵の数が変わるんだ。俺の野郎じゃねえ。突撃陣形。たまったね。でサボたちも来てるからもう一緒に連れて行きたいね、向こうまで。うん、一緒に連れて行こう向こうまでね。来るか。一緒に倒した方が効率いいんで一緒に倒しちゃいましょう。僕は海兵ですから。なかなか一緒にするのは難しいけども。ちょっと待って、発動する時のダメージでめちゃくちゃ当たるね。もう発動する時でいい。オッケー。ああ後ろに回っちゃった。オッケー、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 全部いったわ。いいんじゃない。おう、あ短縮か。コビ全然強い。やったのか。コビいいぞ。戦いやすいですね。ではラスト、ラストいきましょう。バーストして一気にいかないとこれサボきついよね。どこいる、どこいる、サボどこいる。ちょっと待て待て。オッケー、サボをまず倒したい。あ、ダメだ、バーストした。やるじゃないか。でもオッケー、2体ぐらいここで倒したい。おお、あと誰、戦国。足が震える。よし、でも戦わなきゃ。当たらん。射撃陣形。オッケー。うーん、これでかいのにでかい海兵は当たんないんだな。はいはい。ああでもわかった。メインウェポンはあのでかい海兵を呼び出すやつだね。
はい、ということで今日はコビーでした。最初ちょっと使いにくいかなと思ったけども、やり方が分かれば結構いいです。うん、使ってて面白いキャラクターですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。